こんにちは朝倉です、えー、ウェブ朝倉学校の、えー、2週目の2日、えー、つまり全体では 7, 7回目ですね、えー、を、えー、ただいまから始めてまいりたいと思います。で本日のテーマを、えー、ちょっと確認しておきますと、これからはす画,面のあの、えー、画面上で見ていきますね。本日のテーマは えっと、第2週の2日目3月10日2020年3月10日数学で約数倍数素因数というのを材料2020年前期千葉県公立高校入試の第5問で、えー、確認してみようということです。さて、えっと、この問題はすでに実は私が回答速報で えと2月の12日に試験があったんですけど2月の13日に、えーまあ、2月12日の夜かに発信しておりますので私の YouTube サイトにすでに載ってるんですがまたちょっと違う形で整理していきたいと思いますさて、えー、と入試問題自身は非常に細かい字で書いてるというか、えー、とこんな感じなんですけど 入試問題そのものはこんな感じですねこ,こんな感じでまあえー、っとこの前昨日は理科でこれでお見せしたんですがちょ,ちょっと見えにくいのでちょっと大きく打ち出してきました打ち直しましたそれでは、えー、考えていきましょう2020年2月12日実施の 千葉県公立高校前期入試のの、えー、数学の問題ですで、えっと、中学生の中1中2の皆さんや、えー、小学生の皆さんは、まあ、中学3年生の先輩が解いた問題だからなんか手ごわい、えー、歯が立たないんじゃないかと思うかもしれませんけど実はあのー、非常にこの第5問は理解がしやすいというか特別な記号もあんまり出てこないので小学生でも理解できる 部分が多い内容でですのでご安心ください箱空の箱 A と B が1つずつあり1つずつありとでそれぞれの箱には、えー、B 玉の個数を増やすための仕掛けがしてあると,仕掛けがしてあると箱 A と箱 B の仕掛け箱 A は B 玉を入れると箱の中の B 玉は入れた個数の3倍になるとで箱 B に B 玉を入れると箱の中の B 玉の個数は入れた、えー 数の5倍になるとで、えっと、入試問題は白黒なんですけど、まあ、今日分かりやすいように箱 A の操作をオレンジ色で表現し、箱 B の操作は青色で表現してありますということですね。はい。こんな箱あったらいいですね。お金がね、10円入れると30円になったり、今度50、30円を入れる、B の箱に入れると150円になったりする箱があったら便利ですね。で、1つの箱に B 玉をすべて、ちょっとこの。 三脚の足のところです。えっと。照明が。はい。一つのビー玉をすべて。入れた後、一つのにビーダも、箱のビー玉をすべて。 取り出してことを繰り返しビー玉の個数を増やしていくと例えば初めに10個のビー玉を用意し箱 A を1回使った箱 B を1回使ったときについて考える10個のビー玉を箱 A を使うことによって3倍で30個になりますね30個になりでこの30個のビー玉は箱 B を使うことによって 30×5 ですから150個になるとこの時1から4の問いに答えなさい簡単な操作ですよそれでは1番 の操作ですはじめに2個の B 玉を用意し箱,箱 A を2回使った後箱 B を2回使った最後に取り出した B 玉の個数を求めなさいということですさてこれは実は本当に簡単な計算でまあ簡単なんですね箱 A は結局箱入れる A を入れると B 玉が3倍になるつまりかける3という箱 A に入れる操作はかける3です。 で箱 B に入れる操作は ×5 ですそうすると箱 A2 回箱 B2 階ですので 2AABB ということになりますそうすると 2×3 を2回かける3の2乗あのこれあの小学生とか中1の人はやがて使いますのでこの書き方慣れてから3を2回かけるということは3の右肩に小さく書きまして3の2乗と表現しますかける ×5 の2乗そうすると 2×9×25 ですので450個ということになります まあ簡単ですね1番は。じゃあ次2番2番2番。初めにビー玉をいくつか用意し箱,と箱,箱 A と箱 B を合計5回使った最後に取り出したビー玉は2,700個に増えてたと初めに用意したビー玉の個数を求めなさいということですがこれどう考えたらいいんでしょうか さてちょっと考えてみましょうか。箱箱 A と箱 B を合計5回使うんですねで確認しますと箱 A の操作だと3倍になる箱 B の操作だと5倍になるとそうすると初めの B 玉の個数を C 個としておくとあの、まあ、C に5つ操作をするんですね。5つ操作をすると2700個になると。さて この2700個になるんですけど5つの操作は A と B を合わせて5回ということは分かってるけど A を何回 B は何回か分かりませんのでまあ A を5回で B が0回の可能性もあるし A が4回で B がえっと1回の可能性もあるしでこ,れこ,うこれ実は ×5×3 は順番どういうふうにしても同じなのでまあこれ例えば AA B B B、これ A が2回で B が4 3回ですけど、まあ、B を最初に3回かけて A を後で2回かけても同じなんでもう個数だけに注目するとこの6パターンがありますさてその6パターンで2700個になるということはでも予測がつきませんねでそこで発想を逆転させます、えー 3か5の数字をかけて2700になるようにな数が2700であると逆に言うと2700というのが3と5の掛け算で示すことができないかという発想をしますでその時に素因数分解という考え方をするんですねちょっとこれは画面上でやっていますけど素因数分解 これは掛け算を素数の掛け算である数を素数の掛け算で表すということです。例えば非常に分かりやすい例でいうと12という数は 4×3 ですねで4は2の2乗ですから2の2乗 ×3 と2も素数3も素数で素数というのはそれ以上割り切れない数です。 1>, 1とそれ自身以外に約数を持たない数、えっと、代表的な素数は1は入れない約束になってますので234は 2×2 ですから約数を持ちますねで5ですで6は 2×3 で約数を持ちますから次79は 3×3 で約数を持ちますから次1113 12は約数を持ちますね。で15も約数を持つので17。19。で21は 3×7 で約数を持つので23。こういうのが前円と、えー、次が29か。27は約数を持つので。というふうにこう延々と続きます。で特に一、えっと、桁の素数が一応。 1>, 1桁の素数ならびに2桁の前半ぐらいの素数は知っといたか特に2357が素数っていうのは知っといたで素数は2だけは偶数でありますけど残りは偶数だと2という訳数を持ってしまいますので素数はこの2以外の素数は全部奇数ですさてこういうふうにあの素数の積に分解することを素因数分解というんですが 2700という結果の数字を素因数分解でやってみるんですね。で、そのやり方は、面白いやり方があるんですけど、中中小学校でやった割り算の逆の記号を書くんですね。こうです。小学校の割り算というのはこのここ、これ割り算ですね。割り算の記号。割り算の記号の逆で、こ,こう、棒を下の方に書くんです。そして この素数のうち小さい方から2700が割れるのかどうかを計算考えていきます。で2700が2で割れますので1350。二で割ると。結果をこう書くんですね。で今度1350をまた2で割れますので675。さて670はもう明らかに2で割れません。2で割れませんので。 次に675が素数3かまあ小さい方が考えていくんですが3で割れるかどうか考えていますと実は3で割れるんですねで3で割れるかの判定は6と7と5を足して 6+7+5 はあの18ですね十八ですでそうすると,えっとその全ての桁の数を足した時の数字が3の倍数18との三3の倍数ならば ででで割割れれるんです,、はい、3で割れま,すまあ試しに割れるかどうか考えてみて割れなかったら除外していけばいいので、えー、こうします200えっと25ということになりますねじゃあ225は実は2と2と5を出すと9ですのでまだ3で割れます3そうすると今度、えー、75ということになります で75まだ7と5を足して12ですから3で割れますそうするとここ25でその25はもう3で割れずに次は次の素数である5になるでこうするとこれで完了ですそうするとここの、えー、ここの最後まで含めたここに残った数が2700を素数の積に分解した答えになるんですね2700イコール 2の2乗かける3の3回かけてます。3の3乗かける5の、ちょっと弾み出ちゃうか、5の2乗ですね。で、この3の3乗というのが A3 回分の操作ですね、ちょうど。で、えっと、5の2乗というのが B2 回分の操作ですので、問題のようにきちんと5回、A と B、合計5回操作したことになって そうすると元の数はこれです。よって元の数は4。これが答えですね。えっと、この A, A と B を合わせて誤解した操作の結果2700になった元の数字は何ですかというのが問題ですので、これです。さて、この素因数分解はいろいろ使えるので、ちょっと。 あの慣れてほしいんですが、えー、例えば、まあ、比較的簡単な数字ちょっとこれ後でやりますけど簡単な数字で素因数分解練習してみましょうかはい、まあ、例えば48でやってみましょうか十八素因数分解やってみますよ48皆さんもあ,の、まあ机がある人は実際に書きながら48を2で割って24ですね さらにもう1回2で割って12です。さらにもう1回2で割って6です。さらにもう1回2で割って、えー、これで3が出てます。で2と3だけで表しますので48イコール2の1234回かけた4乗かける3とこういうふうに素数の積で その桁が表されるさて、えー、と中学生の皆さんっていうか中学校1年生に、ま、の皆さん中学校2年生の皆さんになると多分気が付いてると思うんですが小学校6年生の皆さんあの小学校で3桁の筆算とかまあ頑張ってやりましたけど実はやはり。 えっと数学的で中学高校で常識的に常識よく聞かれるのは二桁まな丸なんです。二桁の数字についてはでも逆に言うとどういう素因数を持っているかということを慣れといた方がいい。でそのためにまあ特に一番素数の中で小さい素数が二と三ですので二と三の、えー、積で表される数を、えー、これ五番の面みたいにしてみました。 えーまあ、この縦列が2の累乗ですね2の 2, 2の2乗2の3乗2の4乗2の5乗2の6乗で横列が3の累乗ですで3の2乗は93のは27 3乗は273の4乗は81ですでまたそれぞれが掛け合わされたところを書きます例えば2と3だと6ですねで2とそれから9だと18ということですでこ,ういるこれを書いて 1> 1回その5番の番目でで自分で書いていてただくことをお勧めしますなぜかというと、この作業をやっとくと感覚的に、例えば48、私計算しました、先ほど計算しましたけど、えっと、実は私なんかは48がもう2の4乗をかける3、16かける3だということは、パッと頭の中で出てくるわけですね、慣れてくると。でその2と3系の倍数と素因数で、 2桁の数の代表的なものがどう表されるかというのをちょっと慣れておいていただくと計算がまあ別に暗記しろって言ったわけじゃなくてな慣れておいていただくと計算がパッとできるようになりますのでこれはお勧めします。で5はやらないかというと5は実は, 5, はえっと 5, の5の倍数は必ず下1桁が5か0になりますので比較的見分けやすいんですねすぐ分かる。 だけど2の倍数と3の倍数はあのまあ 2, 2の倍数、偶数だということは見分けがつくけど3の倍数というのはう足せば足して3の倍数になればという見分け方あるんですけど比較的パッと感覚的に出てこないのでまあここら辺に慣れておいた方がいいということでおすすめします。さてそれでは引き続いて第三あ,あそれでえっと小学校の復習をしておきましょうか、えっと、最大公約数最小公倍数という。 ことをせっかくですか32の、えー、まあ約数と倍数32の約数と倍数と48の約数と倍数を書きます。で約数を左側に書いて倍数を右側に書きましょうか。 それでまあこれは暗算レベルでできると思うんですが、32の約数は、一番小さな約数が1ですね。で、その次に2、4、32というのは実は2の累乗、二の5乗なんで、約数はこれしかないですね。で、倍数は32を2倍、1倍だと32、2倍だと64、3倍だと92、で、4倍だと100、 128か。128ですね。九十んなさ96ですね。96。128。そして5倍だと160。というふうに、計算ができています。で、えっ、ー、と、さて、次、48の約数は、まず1がありますね。で、2があります。 で3でも割れるから3もそうです。で4でも割れるから4もそう。で5は割れない、6は割れる。7は割れない、8は割れる。9、10はダメで。1一十2は OK ですね。で16も OK で。30、24。これが約数の世界になります。そして倍数は、えっと96が倍数になり。そして、 その次が、えー、144か四十四。でその次が192か192ということになりますさてそれで実はこの前小学生の勉強を見てたときにこの最大公約数最小公,公倍数を私が今言ったように 全部書き抜いた上で発見している小学生が結構いたので、ちょっとやり方知らないのかなということで、ま,あ、まず原始的にあのもう列挙する形でやると、この約数の中で最大、共通の約数で最大のやつが16ですね、最大公約数16、で最小公倍数はこの中で最も小さな倍数です96ですすね96です。 ということで、まあ、ランダムに全部書いていけば、最大公約数最小公倍数を求めることができるんですが、これは非常にもっと大きな数になったら大変ですし、やはりやり方を知っておいた方がいいということで、小学校でやった最大公約数、最小公倍数のやり方を確認しておきましょう。さっきの、やはり割り算の逆記号みたいなものを使います。32と48を書きます。 もうちょっと離した方がいいかな42をかけますそして割れる数共通に割れる数をこうやっていきますそうすると今度16と24ですねまだ2で割れますね両方で共通に割れる数をやっていくんです8で次12これ2ですまだ割れますで次えっと4で6まだ割れますね で,最後2と3ですでこのやり方をした時のこちら側に出てくる共通で割れるものの積が最大公約数です。そしてこっからここまでこっからここまで全部掛け算したもの。 最大公約数にさらにここに残ったものを掛け算したものつまりまあ16かくれって言っても二2の5乗かける32を12345回かけて3をかけますのでこれが96というふうになるんですね。ということでこれが最大公約数最大公約数はこうやって求める最,最小公倍数がこうやって求めるということを確認してください。 さて3つの数の最大数最小,小倍数はどうでしょうかでこれはやり方は似てるんですがちょっと注意事項がありますのでよく見ててくださいね。まず3つを並べて割り算の逆をやる逆記号をやるのは一緒です。しかしその後がまず3つの数が共通で割るものを割ります。そうするとこれいち奇数になっちゃいますね。3でこれ16。 えっと24です。さて、3と16と24はもうすでに共通に割れる数がない、1は除きますよ、1は、えー、割れますけど、1は除いて、1以外で、えー、共通の約数がありません、3つに共通の約数そうしたら、ここで終わりです。この2が最大公約数で終わりです。じゃあ、最小公倍数はということなんですが、じゃあ最小公倍数はこれ全部かけるのかというと違いまして、 最大公約数はここで止まりでこの3つとも割れる数で止まりなんですが最小公倍数は実は3つのうち2つずつでも割れれば OK なんです。ということで3と16割れないけど16と24はまだ2で割れますね。2で割れます。でそうするとでこの割らないところはそのまま落とします。1.5なんてしません。そのまま落とします。で割れるところだけ 共通に割っていきますでこれが8ですねでこれが12でまたここも2でこれも8と12が割れますので34で6さてこれもこうですね4と6がまだ割れます2そうすると3で えっと2で3ですさて今度はさっきまで 2, 2ばかり注目してきたけどこれとこれも割れなくなったさっきまでずっと割れ続けたこれは2と3で割れなくなったでもこことここ3で割れるんで今,今度先ほどまで無視していたこれとこれのペアで3割っていいんですねそうするとこ,これは割れないものは2のまま落としましてこうですで実は最大最小こう 倍数のの方はこ掛け算なんですつまり2の2が123455乗最大最小個倍数2の5乗かける3ですねで 1, 1は1ですので、えー、これが32と36ですから96です96まあこれの方倍数と結果的に一緒になりましたけど6と32と483つの数の 最小公倍数は96ということになります。ということで、でこれ、最初に算数が割れた時点で最大区画数は止まりなので、ここ、丸ってください。そうすると、これだけが最大区画数でこ、ここを最大区画数に含めちゃだめだということが明記されますので、え最小公倍数は割れる限り2つずつで割り続けて、最後にこれを掛け算すればいいということですね。小学校の復習です。さててそれでは引き続いて 今日はね実は、えー、と前半の方が力点を置いてありますので、えーとまあ、若干長いですけどあのさらに進んでいきましょうはいそれでは、えー、第3問ですね箱 A と箱 B に加え空の箱 X を1つ用意する箱 X には次のような仕掛けがあると箱 X の仕掛け箱 X に B ダを入れると 箱の中のの中ビー玉は入れたの X 倍になる。ただし X は自然数とするはじめに1個のビー玉を用意し箱 A を2回使った後、箱 B を1回使いさらに箱 X を2回使ったところ最後に取り出したビー玉の個数は 540X 個であったこれあの小学生の人はこの X という記号まだ慣れてないと思うんだけどこれは、まあ、例えば540にこう四角という数をかけた5 4 0る四角というふうに。 捉えてていいいいただいてもいいですよでこの時に x の値を求めなさいただし答えをも求める過程が分かるようにしくや言葉も書きなさいさて、えー、っとそれではもう答えいきましょうかはいえっとこれ YouTube にアップしますので、えっと、ここでじっくりもう一回自分で考えてみたい人は 止めととといいいいいいててたたただだ上で見ていただくとよろしいかと思います、はい、操作は最初1個それに a が2回で b が1回 x が2回ですで1はもうかけても1ですから3の2乗かける5の5かけるそして x ですね x が2回ですそれが 540x になるでこれを実は3の2乗かける5というのは45ですけど45で割るんですね両辺45で割るとあの 12x 12x イコール x これ2乗がちょっと大きくなってますけど x2 をマスイコして x-12x イコール 0x かっこ x 因数分解して x かっこ x-12 イコール0でそうゼ0と12で x は自然数0ではいけないので12ということが分かりますでこれをあのー、まあこの千葉県はえっ、ー、と記述の問題一つ作っております 4点配点ですけど答えが求める過程分かるように式や言葉も書きなさいということで、まあ、式や言葉を補っていると箱 A を2回箱 B を1回箱 X を2回使うので、まあ、最初の1に3の2乗かける5 × x の2乗五5 4 0両辺を 3×3 の2乗る5で割ると、えー、左右の辺を割るとこうとでこうやって因数分解できて最後自然数なので X=12 イコール12ということになります。はい さてそれでは最後の問題ですね最後の問題行きましょう、はい、これ答えが下の方にあるので上の方で問題に最後の4番の問題これがちょっと後半の発展編にもつながる材料発展編でもちょっと別の角度で掘り下げてみようと思うんですがこうですね 1枚のコインを1回投げるごとに表が出れば箱 A を使い裏が出れば箱 B を使うものとするはじめに4個のビー玉を用意し1枚のコインを4回投げ箱 A 箱 B を合計4回使う時に最後に取り出したビー玉の個数が1,000個を超える確率を求めなさい。ただしコインを 投げるときの間違いです。投げるとき、表と裏のどちらが出ることも同様に確からしいものとすると。でこれね、鋭い人が、鋭い疑問を持つ人がいまして、まあ、コイン、コインですけど、まあ、表面、これ十円玉ですけど、表面、裏面、投げると目ど,どっちかに立ちますね。ところが、 ある中学生が「まあ、先生立っちゃったらどうするんですか?」という鋭い質問をした人がいまして、まあ、確かに立ったら表でも裏でもないんですけどまあそれはない,ないというふうに一応数学ではないということでやってますので立つことは想定しないくていいです。はい、さてそれでコインでその箱の使い方を決めるということですね。でこの 最初,個ですあの最初の4個のビー玉が 1000, 1000個まで増えればいいということは千250倍以上になればいいんですね。さてそれでは、まあ、YouTube で見てる方はここで一回止めて見てみてください。Facebook でリアルで見てる人は時間の関係でこのまま進みます。 さて表と裏というのを、まあ、表裏とか「お」とか「う」とか書いてもいいんですが、まあ、記号表記しましょう表を振り方を決める表と裏の出方を「バ×」と表記します表を丸「丸裏を「×」と表記しますで目の出方は1回目振った時に表か裏か「丸か×の2通りで 2回目についても丸か×の2通り3回目についても丸か×の2通り4回目についても2通りなので16通りの出方がありますねえまあ日本語で言うと表表表表と出る可能性もあるし表裏表表と出る可能性もあるしそういう可能性が全部で16通りありますさてで丸表が出ると3倍え裏×が出ると5倍で掛け算の順序は関係ないので 順序を無視して回数だけで考えると○○○〇〇〇〇の場合には3を4回かけますので81倍になります。で〇〇〇〇○○××これ順,順序は無視しますよ。あの○〇が3回×が1回という意味です。という時には135倍になります。で〇〇〇 ○×××××2 回 ××2 回の時には175倍になりますで〇。○×××××の時には3 ××× 5, ですの5の3乗ですので375倍になりますで×だけの時には5の4乗ですので625倍になりますでさっき言ったように最,高の最初の4個が250倍以上になれば1000個を超えるので実はこの4つの条件の中で250倍以上になってくれるのはこれ81倍だから足りませんね135倍でも足りません 175倍でも足りませんしかし375倍だったら250倍以上に増えるので大丈夫ということで、えっと、375倍の〇×××ツパターンと、えー、625倍になる×××ツパターンですで先ほども今まで順序は考えてこなかったけど〇×××バツというふうに出る出方と×ツ丸バツ××と出る出方と

そうそう16通り分の5がその当てはまる確率なんで答えは16分の5ということになります。ということで、えっと、この数の遊びのような問題はあの非常に、えー、でまあ千葉県公立高校入試の第5番はこういう思考問題になってるんですけどその別に難しいこと言ってるわけではなくて、えー、その。 結構普通の掛け算ですねいろんな操作が普通の掛け算に翻訳されたりするということに気づけば、えー、難しくないし、えー、とそれからさっき言った発想ですね特にこの2番の発想、えー、とこ,れあれ番この問題のポイントはこの2番の,あれ2番の発想。 2700になるその A と B の出方が予測できないのを逆に2700という数が3と5の倍数でどのように素因数分解できるかということで逆に予測するという答えから逆に考えていくということ中間過程っ,って予測できないですよねどれになるか予測できないので答えから逆算して考えていくという考え方に発想法に慣れてみてください。それでは 前半編、これで終わりにしまして、後半は特に、その、丸×××バツバツの話を少し深めてみたいと思いますので、また10分後にお会いしましょう。どううごご清聴ありがとうございました。